はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、コメントをいただきました。ありがとうございます。前回の放送で、支援使ってみましたけども、ちょっと構成なんかを教えてもらいました。まず、ヒーラーは3体じゃなくて、1体、バッファーの、ブリー隊長を入れた方がいいみたいだね。うん。まあまあそうだよね。バトルに出てる間、味方全員の腕力が常にアップするんで、攻撃にすごく影響してきますよね。で、B コマさんだけども、ここはね、ホノボーノの方がいいらしい。でもまだレベル上がってないので、今回はコマさんでいきたいと思います。そして装備だね。装備が、この、大横綱の化粧回し。この相撲バトルで、腕力、揚力がアップするってやつなんだけども、これがバスターズの雷電流では意味がないらしい。なので、ここをね、瞬足のお守り。これがいいらしいね。瞬足のお守りで素早さを上げてあげると、攻撃の、後の再使用時間。硬直がなくなるらしいのよ。まあ、なくなるっていうか、若干、良くなるみたいなので、これをつけていきたいと思います。うん。まあ、支援のね、攻撃の後の、隙が結構嫌だったんで、この瞬足のお守りをつけてやっていきましょう。それでは、行きましょう。ブリー隊長に見えないな。確実に変わってる。攻撃にね、入るスピードも、はい、上がってるし、回避に移るスピードも上がるんで、なるほどね。これ瞬足はいいわ。瞬足いい。めっちゃいい。オッケー。これは早く倒せそうですね。で、ブリー隊長がいるから、攻撃力も上がってるんだよね。うん。実際ちょっと数値は分かりにくいかもしれないんだけども、確実に強くはなってるっぽい。ちょっと待て。ヒーラーはやっぱりそうね、ホノボーノの方がいいだろうな。で、このボールだったらもうちょっと回復を入れてくれるんでしょう。チャンス取れなかったじゃん。失敗した。もうちょっと攻撃していけばよかったですね。確かに回避は重要ではあるんだけども、そこまで回避をせずに、攻撃メインでやっていった方がいいかな。はい。いいんじゃないですか。でも避けれるやつはしっかり避けよ。死にそうになるわ。確かに回復はしてくれるんだけどね。オッケー、いいよ。コマさんがあれか、極楽の術がないのか、回復取り引きだけなのかな。じゃあ、いいね。いい感じで。よし。グレートかはいいか。まだ入れずに。当たるか。当たった。ちょっとグレートかは入れずに、チャンスになってから入れるようにしましょう。で、オッケー。いくぞ。おーし、ナイス。いいね。ギリギリで。ギリギリで打って、ずっとグレートかっていう裏技があったよ。どうなんだろう。ダメだ。避けられた。どう、グレートかしてる。違うか。あれは、どうだったっけ、ずっとグレートかと、ずっと変身のまんまっていう裏技は、あれ修正来たよね。あれ、修正入ったよな。OK、倒しました。余裕。
そうか、修正入ってるならちょっとダメか。でもまあまあ、俊足のお守りとブリー隊長でだいぶ戦いやすくはなってる、うん、なってるなってる、結構早く倒せるようになってるんで、まあこれで回っていって B 極玉あれを貯めましょう。あー出ないな、やっぱりあんまり出るやつじゃないんだよね。あー出た出た、2回に1回ぐらいだね、2回に1回出る感じですね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。構成を変えてみました。まずね、ブリー隊長を入れて腕力が常にアップ、これを入れるようにしました。そして、防具を俊足のお守り、これに変えたところかなりいい感じになりましたね。はい、まあ、とりあえず、B 極玉あれを30個ぐらいは貯めていきたいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。